朝から札幌で寒さまでリリースイベントを行って、でその後速攻東京帰ってきて、品川でファンミーティングがありました。来てくださった皆さんもお家とかから応援してくださってた方もありがとうございました。なんでしょう、だからでこれでファンミ終わって、で帰ってショールーム今日ちょっときついかもなとか一瞬思ったんやけど、なんか逆ほんと大体全体的に時間がなかったけん、もうその札幌の会場から出るときに私これ片手に持ってこうやってありがとうございました、ありがとうございましたってスタッフさんに挨拶しながら出てきました。あ、ゆのじさんハートありがとう。あ、知ってるこれ。いや、これでなんかあこことかに置いといてやろうかなと思って。知ってるんですかみたいなって、なんか私的にねあんまりこの子記憶ないよ、もちろん知ってはおるんやけどどんな人やったっけっていうのがあって、そうお母さんがなんかこのスノーマンが出とった映画を私がアホみたいに何回も見よったんやって、ちっちゃい頃で、お母さんもスノーマン好きらしくって、あなんだよかったと思って、じゃあ大事に持って帰りますって感じです。みんなそう、あ映画なんか300円はちょっとって感じ、300円すらも もう一回やるか迷ったけどでもな、ちょっとね今ホテルね物がなんかあんまないけん、ちょっとこういうとこ置いとこ、スノーマンと寝るわ今日、スノーマンと寝る、スノーマンがじゃあ仲間入り、すごいだって受けるやろ、そうお母さんがまさかの知ってたっていうね。私クレヨンしんちゃんの映画ね見とると思うけど、あ映画館でとかじゃなくね、なんかテレビでやってたやつとかだと思うけど見とるとは思うんやけど、私ねあれなら覚えてます、温泉のね映画、結構前のやつ、温泉の映画であってたかな、あとねなんだっけな、でも確かにねお母さんの言ってることわかる、私アホみたいに見てたよ何回も同じクレヨンしんちゃんの映画、うん、ホテルの時計合ってる説ないやろ、そりゃないっしょ、確かに小さい頃から好きな、そうやね、なんか小さい頃も今思えば結構なんか人並み以上に好きやったんかなって思った、なんかDVD とかも作ってた持ってたし、クレヨンしんちゃんの DVD とかグッズとか丈夫です、あほらこうやってなんかないんですけど、でもまあ忙しかったよね、すっごい楽しかった、サムサムのみんなも絶好調でめっちゃ楽しかったです、うん、あそう皆さんツナさんありがとう、明日そう明日はなんと109のポップアップアッププーストアに分かりようで19時半からお邪魔しますので、ぜひ来てくれるかな、あ、63日目ありがとうございます、ありがとう、ムミムミですね、ムミありがとうございます。63日目配信はスノーマン、あ、結構見たみんな見つあ、ミクチョコちゃんありがとう、今日は行けてよかった、私もあ、みんな明日行ける、あ、ゆうかちゃん塾なんや、えらいね、そんな夜まで頑張ってね、頑張ってね、本次郎さんやまないでください、気を強く持ってシェイシェイ行くぜ、ありがとう、崎さんもありがとう、あごくりむさん泣かないで、あと1分やばい、ありがとう、おやすみとりあえずおやすみ、スノーマン調べてみて、みんなもじゃあ明日19時半からね来れる方はぜひ109でお待ちしておりますのでよろしくお願いします。